名鉄の西原駅に来ています。でも今日は電車に乗るんじゃなくて移動手段はこちらです。今日は自転車に乗って湯山線に沿ってずっとですね北上しようと思ってます。でそうやってサイクリングをしながら名鉄電車をね見学するというプランで早速ね出発してみたいと思います。あ、電車来た。行こうか。出発。ということで線路に沿ってずっとね自転車で行こうと思うんですけど、まあ、こんな細い道を通ったりたまには線路沿いに行けなかったりすると思うので、まあ、くねくねとねとにかく稲山駅を目指して、行きたいと思います。来た。まだ西原駅を出てすぐのところなんですけど、ここねすっごい細い道ですよね。これね自転車が通ったらすれ違うのも難しいぐらいです。あれまた 100K だよ。100って書いてあった。見えない。暑いね今日。徳重名古屋芸大駅です。ここからはこんな感じで線路沿いに行けないのでちょっとね住宅街を走っていきます。今の線路渡ったところから入った道をずっと来ると、まあ、こんな感じでちょうどここにねあの橋がかかってて電車が渡るところを見れます。見れた？で、この道をこっちに向かって走っていきます。この五条川を渡るために一旦線路から離れて橋を渡ります。今の道を入ってきて桜並木の横を通るとこんな感じなんですけど、ここが線路の下をくぐれるようになってます。いける？真下はこんな感じになってるんですけど上が線路です。なんかこれあれだね、この前増水した時に多分ここ水使ったの。臭いしさゴミが溜まってる。あ、電車来た。なになに。あ、カメ。あ、本当だ。あ、沈んでく。あ、でももう一匹いる。どっちから来る電車。しばらくはこの線路沿いに走っていきます。大山寺駅に到着しました。ここは大山寺のすぐ北側なんですけど線路がちょうどこううまい具合にカーブしてて向こうの方から走ってくる電車がよく見えます。何気にこの線路沿いの道がすごいな。ちょうど電車が来た。線路渡って右。なんかすごい汚れてんだけど。本当。岩倉駅に到着しました。あ、向こうから電車が来てます。
違うでしょ。なんか整備するやつだよこれ。こんな近くで見るのは珍しいね。よし、じゃあ行こうか。駅のロータリーから一旦離れて北上していきます。岩倉駅って絶対こんなすぐカーブしてるのね。これどっち行く？渡る？右行く？右？右に曲がったら目の前に神社が出てきました。ここ左行けんのかな。あ、行けるね。不思議と大惨事の間で見たよ。本当。問題はここだよね。これまっすぐ行ったら行けるのかな。ちょっと行ってくるから待ってて、ね、分かった。どう？行き止まりじゃなかったけど、一回線路沿いから離れる。うん、じゃあ行ってみよう。ここは岩倉駅を出てから多分1キロぐらい北に来たところですね。大丈夫か。家を出てから2時間ぐらい経つので、だいぶお腹が空いてきたんですけど、あ、この辺何にもね食べるとこないですね。ちょっと線路の近くから離れて食べ物屋さんでも探したいと思いますと思って探したんですけど、何も食べるところがなかったので、とりあえずコンビニに来てコーラと、あとこれなんだろう、ブリトーってやつを買ってみました。初めて食べるんですけど、ベーコンとチーズが入ってて結構美味しいです。あとこのレモンコーラっていうのも初めて買ってみたんですけど、どんな味？あんまりわかんないな。レモン味する？これどう？レモン味する？普通のコーラだよ。とりあえずお腹が膨れたので、またね線路に戻っていきたいと思います。今のコンビニからちょっといたところで石仏に到着しました。そうだね、普段降りたことないからなかなかおしゃれな建物だと思います。こっから一宮市であってさ、うん、そこ右行こうか。行ける？こっち。あ、行けた。こっち渡んの？左？ここもずっと線路沿いを走っていけそうです。この踏切からちょうど高架予定の橋が見えます。渡ってすぐこうやって工事してるからあれですね、目隠しして線路が見えなくなっちゃいました。この壁はずっともう 500m ぐらい続いてます。あ、やっと消えてきた。あ、補定駅。補定駅に到着しました。補定駅はね、こうやって駅前がすごい綺麗なロータリーになってるんですけど、まあ何年か後にはね、奥にある高架に駅が移動しちゃうので、きっとこの辺の景色はねガラッと変わってしまうんでしょうね。なんかもったいない気がします。ちょっと駅は見えにくいですけど、ここは補定の駅から1キロぐらい北にある踏切です。こっからねあれですね、補定の大仏の頭が見えます。補定の大仏は近くに来るとこのぐらいの大きさなんですね。あ、電車来た。本当だ。高さは18メートルあって、あの奈良の大仏よりもね大きいそうですよ。
コンクリート製でできてるんですけど、個人で建てた大仏ということで、まあ、間違いなくこの辺では一番の名物だと思います。江南駅に到着しました。ここは犬山線で一番人の乗り降りが多い駅ということで、やっぱね人通りがすごい多いですね。江南駅を過ぎてからはしばらくずっとこうやって線路際を走れています。あ、車だと逆走になるんだね。これ私ミュースカイは静かだね。そりゃそうだ。こうやって息子と一緒にサイクリングに行くときはですね、僕はママチャリを使っていくんですね。まあこういう道をね走ることも多々ありますし、あとやっぱり荷物を積めるっていうのがね一番の利点かなと思います。まあそういう点ではママチャリはめちゃくちゃ便利なツールじゃないかと僕は思います。走るのね遅いんで全然前に進まないんですけどね。柏森駅に到着しました。ここは特急が止まる駅なんですよね。まだできたばっかりだと思うんですけど、だからすごい駅のね建物が綺麗です。この駅は2階建てなんですけどね、3階建てぐらいの高さがあるように見えます。駅前はこんな感じですごい広いロータリーになってるんですけど、まあ、この時間はね全然人がいなくてちょっと閑散とした感じになってますね。うわ狭っ。そこ右ね。おお、ずっと直線。扶桑駅に到着しました。ここはですね、駅のどちら？東側になるんですけど、僕のですね、この指先の上に見えてるこのモニュメントがあるのが一応正門ですね、西側になります。なんで？あ、本当だ。あれね、でもシルバーの電車は今日久しぶりじゃない？ホーム広いね。こっちはする。これまっすぐ行けるのかな。行き止まりっぽい。あ、行き止まりか。行き止まりか。残念。U ターンしようか。こっち用水駅に到着しました。そうだね。コツか。コツ用水だよね。どうしてもちっちゃいツをつけちゃうんだけど。正式名称はコツ用水です。はい、残念ながらこの道は行き止まりだったので、また U ターンだね。この辺は結構さ、行くの難しいんだよね。うん。骨用水をさ、渡らなきゃいけないんだけど。なんか、うん？幅の広い川の手前に細長い。これが骨用水だよ。川じゃなくて用水路。うん、だから骨用水。そうそうそう、この先が踏切で、あ、ちょうど踏切になった。わあ、こんなところ車通るなんて逆におかしいよね。車通れない。うん、ここなかなかすごい景色だね。だけどさ、この辺を渡ってったら命の危険性が高いよ。
これあれだよ、木曽川まで行くんだよ、この用水路。そこ右行こうか。あれ右右右右。何これ、クレヨンしんちゃん。そうだよ、まあ、だってズボン黄色いもん。よし、行こうか。しんちゃんだけど、どう見てもしんちゃんだよ。あそこ左行けるんだ。はい、焦げ焦げしんちゃん。日焼けにしてはひどすぎるでしょ。すごい水だね、ここまた。よし、次は犬山口。ちょっとハンドルの持ち方変えてみた。これね、こっからが結構難しいんだよ。ここまっすぐ行けないから、このね、住宅地の中入っていかなきゃいけない。よし、これ左、うん、で、ここ右ね、しばらく行けると思うから。先線路登ってってるでしょ、わかる？だけどさ、道は登っていかないんだって。だからどっかで上登る道探さなあかん。ここをね、右に曲がるようになってるけど、この先がどうなってるのかは僕は全然わかりません。あ、いけるね、この先登ろうか。結構坂きついぞ、ここ。いける？いけるよ、なんか。よいしょよいしょよいしょ、頑張れ。これ体力使ったらダメだ。あれ、行き止まり？行き止まりかよ。あ、こっち行けるよ、こっち。こっちこっち。その縁。その縁にタイヤ乗っけりゃいいじゃん。縁？そうそうそう。縁のタイヤ、そうそうそう。そのまま上登ってけ。行けるね。うん、はい、なんとか登って折れました。この道はまっすぐ行くと、まあ、ここ踏切があるんですけど、もっとずっと行くとね、犬山城に続く道となっています。はい、犬山口に到着しました。この次の駅がやっと犬山駅ね、ゴールなんですけども、ここから先もね、ちょっと線路沿いには行けないので、少し、変わった道を走っていきたいと思います。そこ右に入るの、ここ右右、うん、これ学校だよ。で、ここね、左。そこ右。そうそうそう。あとはね、道なり。ここ曲がって、あそこで41号くぐるんだわさ。そうそう、9の41号ね。見えたね。もうここはいい。今の踏切を渡ると、この場所はですね、こっちにも踏切があって、ちょうど間に挟まれてる感じになるんですけど、向こうが、小牧線で、こっちが犬山線の踏切になります。おお、来てる来てる。これはひろみ線。折り返した。うん、これ前進んでるのにさ、ライト赤いよ。
ごいね。やっと犬山駅に到着しました。すごいいっぱい止まってる狭いね。これどこ行くんだろう。なんか軽トラック止まってるよ。軽トラック。あ、本当だ。車輪が。こういう乗り物。電車だよね。知ってるこういうやつ。ちっちゃ。名鉄のマークついてんじゃん。はい、やっと犬山駅に到着しました。今日の長旅もこれでゴールです。やっと着いた。頑張ったね。西原駅から犬山駅までは19キロあるそうですので、まあ一応くねくねこうね走ってきたので、多分20キロちょっとぐらい。自転車で走ったと思います、ね、時間は途中出てからちょうど5時間かかりました。途中たくさんの電車を見ることもできましたし、こうやってサイクリングを楽しむこともできましたので、今日はね本当に楽しい旅になったと思います。結局お昼はコンビニで買った食べ物しか食べてないので、かなりお腹空きましたから、この辺でご飯を食べてちょっと休憩して、でまたのんびりと家に帰りたいと思います。ということで今日は息子と一緒にサイクリング、名鉄犬山線沿いの旅でした。ありがとうございました。